日チャージ YouTube チャンネルをご覧の皆様こんにちは。ジャパンモビリティショーに行ったら日産以外の車も大手を振ってチェックできるので楽しみです。案内人の M です。未来を感じるのが楽しみです。カメラマンダブルです。はい、ということで福日チャージ YouTube チャンネル、私もダブルさんもジャパンモビリティショーに行きます。イエイ行きます。行くんですけれど、普通に見に行って、普通に動画を撮って普通に皆様にその様子をお届けしようという、そんな予定を立てておりまして、ジャパンモビリティショー、こちら名前が変わったんですよね。今年から。今までは何て言ってましたっけ。モーターショー、はい、東京モーターショーと言ってたのが今年からジャパンモビリティショーに変わりまして、ジャパンモビリティショー2023が10月の、26日からスタートしまして、28日からは一般公開が始まると、いうことになっておりまして、私もダブルさんもその一般公開日に行こうっていう話なんです。じゃあジャパンモビリティショーってどんな車出展されるのかなっていう、そんな話ちょっと見たくて、今はいこちら見ておりますのが日産自動車のニュースルームでございます。でこちらですね、日産自動車ジャパンモビリティショー2023の出展概要発表ということで見てまいりましょう。はい、まあ、出展概要、予定の車両がですね続々と発表されておりまして、こちら、まあ、アリアはいつものアリアなのか、ちょっと特別なアリアなのかまでは分かりませんけれど、そしてですね、はい、ここから先90周年記念車と、はい、並んでおります日産自動車90周年ということで、この日産の年ですね、2000日産の年に、90周年、そして特別の記念車を作成しているということで、リーフ、サクラ、エクストレイル、セレナ、キックス、オーラと結構幅広い車種でですね90周年記念車が出るんですね。はい、これもどういうデザインになるのかなってちょっと楽しみなんですけれど、ふわっと見たところによると、ここですね、特別仕様車はフロントグリルやドアミラーにカッパー色のアクセントを施し、専用のアルミホイールやシート素材などを対応することで90周年の特別感を演出していますということで、なんかドアミラーだけカッパーカラーっていうのは今までもリーフとかかな、なんか見たことあったんですけれど、フロントグリルにカッパーカラーがあしらわれるっていうのはちょっとどんな風にやるのかなっていうのは想像がつかないんですよね。このあたり楽しみにしております。そして日産 GTR ニスモスペシャルエディション、フェアレディ Z ニスモスカイラインニスモフォーミュラ E レーシングカート、いう風になっているんですけれど、多分これだけじゃないはず。こちら予定の車両となっておりまして、であとジャパンモビリティショー旧東京モーターショーっていうのはコンセプトカーの発表みたいのが結構多く行われる場所なんですよね。これ日産に限らず各メーカーさんが、まあ、そのメーカーごとの新しいコンセプトの車をどんどん発表していくというところになってまして、で実はもうすでに日産で発表するコンセプトカーもですね、はい、こちら第1弾発表されております。EV コンセプトカー第1弾日産ハイパーアーバンを発表ということで、こちらですね、これがジャパンモビリティショーにて、公開される、出展されるものになっております。ここで見えているのはイメージ画像ばっかりなんですけれど、まあ、デジタルモデルですね。おそらくジャパンモビリティショーではこれをちゃんと、なんていうんでしょう、立体化したやつというか、はい、現物が見えるんじゃないかなと、そんなところも楽しみにしておりまして、さらにですね、第1弾って言ってることはまだここで発表されていないコンセプトカーも、続々出てくるんじゃないかなと思っております。日産自動車もちろんですね、今 EV の車種をどん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 増やしているというところで、このコンセプトカーも EV で、こちらですね、なんかいろいろ見ていくとシザードアっていうんですよね、この何でしょう、縦に開くやつ、はい、が、まあ、採用されていたりとか、あとこれも自動運転の車みたいなイメージなんですかね、はい、こういうリラックスできる空間が楽しめますよというものになっているんです。そしてですね、ジャパンモビリティショーと直接は関係ないかもしれないんですけれど、最近日産自動車ではこのコンセプトカーをちょくちょく発表してまして、でそのコンセプトカー見ていただきたいのが
こちらですね、はい、日産ロンドンにあるデザインセンター創立20周年記念車コンセプト2023を発表ということで、はい、こちらが日産のロンドンにあるデザインセンターで開発したというかデザインをしたコンセプトモデルとなっております。名前がコンセプト2023ということでですね、まあ、今年2023年なのとこのロンドンのデザインセンターが20周年記念、そして日産の23ですね、はい、こちらをまあ複合した名前になっているというところになっております。これもですね画像かなり豊富に、はい、ありまして、ダブルさん、はい、このコンセプト2023見ていただいて何か感想ございますか？ちょっと丸いライン、はい、ちょっと Z っぽいっていうか、確かに、うん、Z っぽさ、このライトのこういうところですよね、はい、はいはいはい、はい、こちら Z の現行型の Z の、はい、上下に分かれたヘッドライトのデザイン、確かに Z っぽいな。でこの形ですね、はい、なんていうんでしょう、コンパクトハッチバック、2ドアのコンパクトハッチバックみたいなそういうデザインになってますけれど、これ一つの車種を思い出すんですよね。マーチ。そうなんですよ、ちょっとマーチっぽいんですよね。日本国内ではもうすでにマーチ扱っていないんですけれど、あと海外ではマイクラという名前でですね、売られていたりもします。日産マーチにちょっと似たフォルム、どうしてもマーチを想像せずにはいられないこのフォルムがですね、いやでもこういうスポーツハッチバックというか、こういう車ですね、今日産になかなかありませんので、特にマーチ国内でも売ってませんので、なんかこのデザインは俺これで売るのかってちょっと楽しみになる部分がありますね。インテリアも公開されております。こちらはもう完全にあのスポーツ仕様のステアリングといったそんな、風貌となっておりますが、まあ、完全レース仕様の車ですね、このデザインは。でもなんかちょっと面白いぞこれ、ここって透けてる、なんか透けてるように見えますね。あ、これはあのコンセプト画像、イメージイラストみたいなやつですね。これって透けてるの？でもこっちは透けてるわけじゃないかと思うんで、おー、なんかそういう風に見える、まあ、デザインということで、いやでもコンセプトカーではあるんですけど、なんかこれをベースにした、これが元になった車みたいのを発売してくれないかなと思いますね。この画像はゴリゴリのレース仕様ではありますけれど、でも形状的にはなんか市販化されてもいいんじゃないってちょっと思ってる。でこちらですね、あのしっかり画像だけではなくて形も作られておりましてですね、はい、こんな感じでですね、しっかりロンドンで形も作ったものを公開されていたりもしております。あの多分ジャパンモビリティショーでもこういう感じのコンセプトカーがいろいろ見れるんじゃないかなと楽しみにしてます。で冒頭でもお話ししました通りですね、私たちのチャンネルいつもは日産の車ばっかり、まあ、たまにルノーとかたまに違う車もご紹介してるんですけど、基本は日産。ジャパンモビリティショーに行ったら他のメーカーも見ていろいろコメントしながら動画にしたいなと思っております。はい、であとですね、ジャパンモビリティショーどうやって行こうかなっていう話ダブルさんとしてたんですけど、どうやって行きましょう？車。そう、車で行きたいんですよね。あの長距離移動、まあ、今まで東京オートサロンとかも行ってたんですけれど、基本新幹線と電車で動いてるんですよ。いやでも車で行ったらその道中、あと首都高のプロパイロットのレビューできんじゃないとかってダブルさんにも言われてまして、ああ確かにいいな、夜の首都高を走りたいなとか、あの海ほたる行きたいなとか、なんかそんなことも勝手に思ってるんですが、ただしジャパンモビリティショーのホームページのアクセス欄を見ていただくと一応車でのアクセスも書いてあるんですが、ぜひとも公共交通機関を使ってお越しください、大変な混雑が予想されますと書いてありますので、あのこれは要検討とさせてください。でも楽しみですね、今月末、私もダブルさんもジャパンモビリティショーの一般公開日、まだ何日かは決まってませんが行きますので、もし見かけたら、あ、
あいつらじゃねって遠くから指をさしていただければと思います。そして私たち福音チャージ YouTube チャンネル3月までに5万人達成するとフランス撮影旅行行けるぞという特別企画、巨大企画、いやある意味巨大なノルマを抱えておりますので、この動画をご覧の皆様はぜひまだチャンネル登録されてない方いらっしゃいましたら登録して、そして応援をしていただければと思います。福にチャージ YouTube チャンネルは毎日更新です。チャンネル登録をしていただくと見逃しがございませんのでお勧めしております。また今回の動画いいなと思った方はぜひグッドボタンで応援してください。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。